終了後、200名のゲストを招いてのレセプションが開催されました。みな今体験したばかりのタオのパフォーマンスについて熱く語り合っています。見た方がいいですよ。本当にスカッとする。もうチームワークバッチリ、息バッチリ、すごい迫力でしたね。いやもうあの迫力に本当に圧倒されました。皆さん素敵でした。そのタオのパフォーマンスと純子先生の世界が一致して、またさらにこうパワーアップした素晴らしい芸術作品だなって思いながら、こううっとり見てました。もう見ないと損するし、見たら全員がもう大ファンになると思います。見てください。なんか初めての体験だと思います。これだけ皆さん興奮してね、見ていただいてるっていうのはすごい、まずは大成功だと思います。太鼓とあの衣装のタオのメンバーにも越野純子さんにも確かな手応えを残して、東京公演は幕を閉じました。目的は一つです。